今日は仕事が休み。午前中から上野へ出かけた。アメ横にある港屋へ。お昼ご飯を食べます。海鮮丼が安い。11時オープンのようで、すでに数人並んでいた。種類豊富です。海鮮丼も美味しかったけど、マグロで出汁を取った100円のあら汁がすごく美味しかった。オレンジジュースの生搾り自販機を発見。今日はいつもより贅沢しています。それから池袋へ。コーヒーを飲んで帰ることにした。北口を出てすぐの喫茶店伯爵。1976年創業で45年以上営業されている池袋の老舗喫茶店です。
まずはブラックを味わいます。そしてミルクを入れて飲んでみます。シロップは入れない派です。コーヒーは毎日飲むのですが、このような喫茶店のコーヒーは美味しいです。晩ご飯は簡単に自炊しました。